アウグスト・フォン・ペッテン・コーフェムは、オーストリアの画家、版画家である。ウィーンで生まれた。父親は、商人で、大地主の家系でもあり、いとこに後に作家になる、フェルディナント・フォンザールがいて、同じ屋敷で育てられた。軍人を目指していたが、1834年には、諦め、画家になるために、ウィーン美術アカデミーに入学し、レオポルト・クーペル・ビーザーや、フランツ・アイブルに学んで、 当時、流行していた市民の日常の生活を描く、ビーラーマイヤーの画家として活動した。1848年革命が起きると、兵隊のいる風俗画を描いて、人気のあった画家カール・シンドラーのスタイルの戦争画家として活動した。ソルノクの戦いが戦われた、ハンガリーのソルノクを訪れた。ハンガリーの風景は、ペッテン後編のスタイルを変えさせ、 ハンガリーの農民やジプシーの生活を描くようになった。1852年にはパリに旅し、バルビゾン派の画家たちのスタイルからも影響を受けた。1866年にウィーン美術アカデミーの会員に選ばれ、1872年にミュンヘン美術院の名誉会員になった。人気のある画家になり、1876年にナイトの称号を得た。 ウィーンで1889年に亡くなった後、ウィーンの町の通りに名前が付けられた。ありがとうございます。